はい、皆さんお疲れ様です。エフェクツエフェクツ小出です。今回は歪み系エフェクターの中でも特に使い勝手のいいディストーションを作ってみようと思います。では行ってみましょう。今回の回路図がこちらになります。とってもディストーションらしいディストーションになっていると思います。点線で囲まれた部分が基板になる部分です。で、こんな感じのパターンにしてみました。ポットはあえて2つにしています。ポットが増えると制作の工程はその分複雑になります。複雑になればミスもしやすくなります。そこで今回は2ノブ仕様としました。初心者の方は基本的にノブの数が少ないものを作ることをお勧めします。それからいつも通り形成の組み込みも考えて、リード線との配線は片側でまとまるようにしています。また今回は LED につなぐ抵抗も基板上にハンダ付けする設計にしました。抵抗用の LED は LED の足につけたりスイッチ側につけたりすることが多いんですが、今回は基板につけています。はい、ではまずサウンドサンプルを聞いてみてください。こんな感じになります。パラメータをいろいろいじってみるのも自作の面白いところです。いくつかポイントがありますが、今回はその中の1点、歪みの量を変化させる時の変更点を紹介しておきます。この回路では500キロのポットで原因を調整する設計になっていますが、例えばもっと歪ませたいとか、逆にもっとクランチで使いたいとか思った時、ここの抵抗 R5 を変えることで元々の歪みの量を変更することができます。使っているギターやアンプとの相性などで変更してみるのもいいかと思います。で、どうするかというと、今回 R5 は1メグオームを使っていますが、もっと歪ませたい場合は倍くらいの2メグオームぐらいにすると歪み方が大きくなります。逆に歪みを抑えたい場合は半分くらいの500キロオームぐらいの抵抗に変えるといいと思います。手元に 2.2 メグオームと510キロオームがあるので、その違いを聞いてみてください。部品表を掲載します。こちらは基板にする回路だけの部品表になります。当然この他にもスイッチやジャック類、
ケースなど必要に応じて揃えてください。電子部品はすでに生産が終了しているものも多々ありますが、今回作るディストーションは現時点において入手性の悪い特殊なパーツは使っていません。例えばゲルマニウムダイオードの 1N60 なんてとっくの昔に生産終了していたはずなので、正真正銘のオリジナルってあるのかどうか分かりませんが、セカンドソース品なりなんなりで現在も入手可能です。ただこの 1N60 ですが、ゲルマニウムでなくショットキーと歌っている 1N60 も存在します。どうやら特性が違うようなので、購入の際は必ずゲルマニウムの 1N60 を買ってください。オペアンプの MUA741 ですが、これは他にも NJM741 とか LM741 などがあります。どれも同じとは言い切れませんが、音に影響が出たとしてきっと僕にはわからないレベルだと思います。僕は入手しやすいものでいいと思いますが、気になる人は MUA741 を買ってください。その他の部品は特に問題なく購入できると思います。では制作に入りましょう。今回の説明では流れが早すぎてわからないという方は、制作の流れをつかめという動画を参考にしてください。最初に示したパターンはプリント基板用に作ったものですが、今回はこれをユニバーサル基板で作っていきます。まずはユニバーサル基板のカットからいきましょう。今回はこんな感じ、横幅がちょうどハモンドの 1590B サイズのケースに収まるようになっています。こんな感じで縦13、横21の穴のユニバーサル基板になりました。で、部品面にパターンを書いていきましょう。パターンを書いている時に気づく人もいるかもしれませんが、実は今回の基板は縦の穴は12個でも大丈夫なんですよね。ですが僕は DC ジャックをケースの上部に配置するのが好きなので、このような形になっています。わずかですが、この距離が DC ジャックと基板の干渉を防ぎます。ここですね。わかりにくいとは思いますが、こんな感じです。まあ他にもちょっとした意味があるんですが、それはまた別の回にしたいと思います。ではハンダ付けに入ります。最初に抵抗をつけます。電子回路は高さが低いものから取り付けていくのがセオリーになっています。次、ダイオードですかね。シリコンの4007は普通に取り付けていいんですが、ゲルマニウムの 1N60 は初心者の方は気をつけてください。ガラスモールドされているこのダイオードは足を折り曲げるときにガラスが欠けやすいので、力を加減しながら慎重に取り扱います。そしてゲルマニウムダイオードは熱にも弱いので、ハンダ付けは手早く行いましょう。次は IC ソケットをつけてみます。IC も熱に弱いパーツなので、こういった IC ソケット、僕らはこれを下駄と呼びますが、これをハンダ付けしておいて最後に IC を差し込むというわけです。今回は8ピンのソケットですが、普通のパーツに比べて足の数が多いので、付け方が悪いと斜めったりしてしまいます。コツとしては、まず角の1箇所をハンダ付けして水平を確かめて、2箇所目は対角の角をハンダ付けします。対角の2箇所であればガタつきが出ても修正ができます。ハンダゴテを当てながらソケットの位置を微調整してください。で、水平が取れたら残りの足もハンダ付けします。次に今回は電解コンデンサを寝かして取り付けます。これはケースに組み込む際に電源やポットなどとの干渉を防ぐために、部品面の高さを可能な限り低くしたいからです。このように足を折り曲げ基板に寝かせるように取り付けます。ただ原則的に電解コンデンサは素直に立てた状態で取り付けましょう。どのみち電解コンデンサの外装は絶縁が保証されているわけではありません。今回は寝かせて取り付けられるように設計の段階で配置を工夫しています。一つ注意があって、ハンダ付けしてから寝かせるのはやめてください。無理な力が加わって足が外れてしまいます。寝かせるのであれば必ず足を折り曲げてからハンダ付けしてください。それから電解コンデンサは極性があります。必ず確認してください。はい、そしたら最後にフィルムコンデンサです。フィルムコンデンサには極性がありません。これで基板上のパーツは一通りハンダ付けできたと思います。あとはスズメ木線やリード線を使って必要なパーツを組み上げていきます。導通チェックをして音が出ればケースへ組み込んで完成です。ケースへの組み込みについても以前の動画を参考にしていただければと思います。さて、今回のディストーションの制作はいかがだったでしょうか。勉強になったという方がいれば嬉しい限りです。このディストーションは別の動画でプリント基板で作る方法も解説していきたいと考えています。それでは最後までご覧いただいた皆さん、ご視聴ありがとうございました。